ハウロ l o how are u じゅんたの独り語り第16弾。えー、今日のテーマはですね、上杉翔のアコースティックライブについて、えー、語りたいと思います。えー、10月9日に福島プレイヤーズカフェっていうところまで、えー、上杉翔のアコースティックツアーを見に行ってきました。10月6日に発売された1945っていうシングルが、 発売されて、レコ発的な感じで行われてるツアーなんですけども、まあ福島はね、昔からのね、友達がいましてね、そいつと会えるっていうね、楽しみもありつつ、あのー、行ってきましたね。えー、まあこのシングルについてちょっと話そうかな。えー、どういう曲調かっていうと、 春頃に発売された Dignity っていうアルバムはめっちゃそのヘビーなアルバムだったんですよね。このね1945っていうシングルはアコースティックライブの編成でそのまま演奏することを意識して作られたかのような曲で、もう一番はね、アコギと歌だけ。で、二番からね、リズムとベースが入ってきたりするんですけど、もう基本は弾き語りみたいな感じの曲調で、まあ穏やかな曲調で、 ツアーの一曲目にね、やってたんですけども、なんかぴったりでしたね。うん、今回のそのアコースティックツアーの編成が、まあ、ボーカル上杉翔、アコギが、こう数年、上杉さんの横でギターを弾いてる平田さんっていう方で、で、キーボードがね、森美香さんっていう、あのー、女性の方がね、あのー、弾いてたんですけど、今回は3級でね、しばらく休むということで、 あの、田中裕二さんっていう方がね、キーボードとして参加してたんですけども、この方はね、結構面白い経歴でですね、キーボーディストであり、ドラマーでもあるんですよね。で、実際ね、上杉さんの作品でも2曲ドラムをね、叩いてるんですよね。しかもヘビーな曲ですね。その曲のドラムとかもね、叩いてる方で、まあ、結構人間性もね、 面白い人でしたね。なんか MC とかね。愛嬌のある、いたずらっ子的なキーボーディストの方でしたね。あのー、ライブはね、本当にね、上杉さんはね、ロックな曲もね、あのー、多いんですけど、声が素晴らしいのと、歌を丁寧に歌うと、やっぱむちゃくちゃ歌が上手いんで、アコースティックスタイルっていうのがね、本当に、ドンピシャで合ってるなって、上杉さんのね、ライブとか CD をね、聴いてるファンですけども、 今回も感じましたね。去年もアコースティックライブをやってたんですけど、やっぱいい声してるなーっていうのがまず第一にあって、で、まあロックもいいけど、やっぱね、アコースティックも、声のね、良さが、すごいあの、引き立てられるという、ファンの人たちも結構ね、同じこと思ってるん違うかなと思いますけどね。で、今回はね、まだツアーが終わってないんで、まあセットリストとかは、まあ、公表禁止っていうことなんで、まあ言わないですけど、 サブタイトルでね、あの、スポイルズっていうタイトルがついてるんですよね。上杉さんの15周年記念のツアーでスポイルズっていうタイトルで、上杉さんが過去に影響を受けた、ニールバーナとかガンズとかね、あの、ニール・ヤングとか、その辺のカバーを、あの、したアルバムとかも出してた。まあ、それにちなんでか、今回もカバーがすごい多かったですね。自分的にはね、オリジナル語を聞きたかった。カバーもね、結構ね、幼少期に聞いてたような、 歌謡曲とか、フォークソングとか、そういう曲をね、中心にカバーしてましたね。はい。まあ、知ってる曲もあれば知らない曲もあったり。まあ、全曲でもね、日本の歌で洋楽のマニアックなカバーをしてるイメージがあるんです。今回はね、あのー、オリジナルもカバーも全曲、日本語の歌を歌ってましたね。で、ライブ終わってから、まあ、居酒屋でね、いろいろ積もる話もあって、 ま、上杉さんのね、ライブの話から、最近のね、お互いの近況まで、いろいろ喋って、すごい楽しい時間を過ごすことができました。ライブっていうのはね、見に行って楽しかったじゃなくてね、やっぱライブの後の飲み会とかね、飯食いに行くのが楽しみだったりする。まあ、もし俺をね、上杉さんの会場で見かけるようなことがあれば、飯食いに行きましょうよ、みたいな感じで気軽に誘っていただけたらと思います。 それでは今日のね、あのー、一人語りは、えー、これで終わりたいと思います。それではまた次の一人語りでお会いしましょう。アデュー